何らかのゲーム企画を立てた時、自由に空を飛ぶという気持ちよさを演出するならば、まず落ちる仕組みやペナルティを加えましょう。ペナルティは空を飛ぶのに何らかの下準備がいるという感じに置き換えても良いです。空を飛ぶゲームなら気持ちよく空中で操作できるようにしますよね。そりゃそうですが、だけどそれと相反することを織り込むことで初めて実感が湧いてきます。飛ぶゲームだったら落とす、高速で進むゲームだったら遅くなる条件も入れる。例えば初代エースコンバットで飛行していると海の上に長い橋がかかっていました。なぜかその下ってくぐりたくなりますよね。こうやって実際くぐったら気持ちよい、気持ちよいと感じるのはそこにリスクがありクリアした実感があるからです。橋にぶつかるとアウト、水面にぶつかってもアウト、それを上手に切り抜ける遊び。単純に空しかなくて地上にぶつかることのないゲームを想定するとこういった緊張感は生まれません。そういう意味からは宇宙空間を舞台にしたフライトものは、大気圏内のものよりもまとめるのが難しいことがわかります。また同じ空戦ものだって高高度でただ敵を撃つより地上や起伏を舞台にする方がまとまりやすくなることだってあります。超能力やその他の何かで空を飛んだりするような動作を気持ちよくするにはちゃんと対象となる地上や地形に対する仕草を正しくしていく必要があると私は考えています。カービィのエアライドにおいては地形のギャップを踏み切るとマシンが飛びます。踏み切りポイントを探す遊びや飛べるエアライドマシンと飛べないエアライドマシンの混在などが飛んだ時の気持ちよさをより深めるんですよね。何らかの仕様を入れると決めた時、それに相反する要素も一考しましょう。自らの攻撃と敵からの攻撃がセットであるように、リスクとリターンは表裏一体です。